押させない雰囲気があると。押させない雰囲気はありますよね。なるほど、うん、そうですよね。壁を作ってる感じはあるじゃないですか。はい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 、うん、で何を考えているのかがわからないと思うので、どこを押せばいいのか相手がわからないと思うと、うん、なるほど。で INTP の僕は話を最後まで聞いてくれれば好感が持てると。なかなか最後まで聞いてくれる人がいないと。知らない人に傷つけると後で反省する。確かに感情的に受け取りやすい話題もこの人たちはフラットに投げられる感触があると。風太郎さん、傷つけてる自覚が持てるだけいいと思います。私は NTJ だが無自覚に傷つけますと。で藁がつくじゃないですか、はい、お前笑うなよって人を傷つけてって、うん、ごめんなさい、ちょっと僕の発作が、まあ、INTP もそんなとこじゃないですか。だからこう相手が言いましょう、傷ついたって言いましょうって話じゃないですか。そうするとはって思う感じじゃないですか。なるほど。この藁はつかないかもしれないけど、風太郎さんはどうなんでしょうね、この、はい、僕は多分言うんですよ、うん、それこ傷ついてるよ、うん、で俺は言わないけどって。あ、多分傷ついてるって言われると、あ、ごめんねってなるタイプですよ。まあなるほど、うん、あ、なるほどね、うん、でもそんなこと言わないよねとかって言われるとあ、例えばみたいなあ、こっちが喧嘩口調でいくとうんうん、うん、そりゃそうですよね、うん、そりゃそうだ、うん、人としてとか言って言われるとまあ否定じゃないですか。はいはい、うん、あ、そうですね。こっちもこっちの武器を出してるわけですもんね。そうそう、お前には分からんであろうこの感情というものをなって、うんうん、お前に教えてやろうって言ってるわけですもんね、うんうん、確かに。だから多分素直にそういうことを言うと傷つく人いるよって言われると、あ、ごめんねってなると思うんですよ言い方、言い方ね、はい、お互い言い方だねやっぱりね、うんうん、確かに、うん、気づき、気づきをありがとう、はい、ということで、では INTP さんに、はい、まあ、どちらが惚れたのか分かりませんが、はい、INFP どんな関係になるでしょうと、うん、手とかつなぐのまあまあ時間かかりそうですよね。 INTP と INFP の相性、うん、2人の組み合わせは3つの特質が共通する、うん、INTP と INFP、うん、どちらも物静かで一人で過ごす時間を大切にし、自分の関心事をじっくり追求しますと、うん、知的にも精神的にも成長したいと思っており、うん、映画や音楽などから刺激を得るのも好き、うん、対局に目を向けさまざまなことについて会話を楽しむと、うん、双方ともよく聞き手であり、あまり社交に刺激を求めませんと、うん、INTP は INFP の温かさ、優しさ、うん、世話好きなところに惹かれる、うん、また INFP は INTP の個性的なところ、自信があるところ、落ち着いており自立しているところに惹かれると、うん、また INTP はもっと客観的に物事を眺め、万事を個人的なことに捉えず断固とした態度を取り、人に流されないようにと INFP に助言すると。一方 INFP はもっと心を開き人に思いやりを持つようにと INTP に助言をすると、うんうんうん、いい関係ですね、うん、でも相手に不満を覚えるポイントとしては、うん、INTP はとても論理的で、うん、合理的ではない説明には納得しませんと、うん、ところが INTP 型は個人的な価値観を基盤に決断を下すので、うん、INTP から批判をされると傷つく、うん、また INTP が本心を打ち明けられない、打ち明けてくれないっていうところを寂しく思うと、うん、喧嘩をするとどちらも相手と距離を置くが、うん、INTP は冷淡に振る舞い、うん、INFP はくよくよと気に病むと、うんうん、あーもう部が悪いこの T と F はね、うんうん、なんか部が悪いですよね、うん、喧嘩になるとね、うん、F はね目に涙がたまるんですよ、うん、もうカーってもう熱くなるので、うんうん、で T は熱くなってきてね、なんかね、うん、目がしょなんて言うんだろう、温度を下げようとするんですかね涙がたまるんですよ、うんうん、でもこいつはね、あ、こいつってこいつはね冷淡になる冷淡になるんですよね、はい、
2人とも率直に話し合うのが苦手なので、うん、いつまでたっても平行線のままです、うんうん、またどちらも大雑把なので期日までにお金を振り込んだり、うん、自宅をきちんと整理したりするのが苦手ですと、うん、そのためどちらかがその用事とかを担うようになると、うん、不公平だと思い、うん、ストレスに感じると、うん、で、INTP の人に、うん、INFP と良好な関係を築くには、うん、重要な問題の話し合いは延期しない、うん、優しく話そう、うん、あなたには批判的に粗探しをする傾向があるので、うん、気をつけて、うん、問題を指摘する前にまず相手の長所を褒める、うん、イエスバット方式ですよね、はいはい、これ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 こういうとこがいいとこだよね、うん、でもここちょっと直すと、うん、このぐらいの言い方がいいですよね、うん、でも最後に褒めるですよ、もう一回あ、それ素敵、はい、イエスバットイエスですね、はい、なるほど。で、INFP の尽力に感謝し物事をやり遂げる能力を褒めてあげよう。 INFP は最後までやる人なんですね、うんうん、じゃあこの INFP の人に、うん、INTP と良好関係を築くにはと、うん、論理的かつ合理的に意見を述べよう、うん、同じ話を繰り返さない、うん、INTP にすぐ意見を求めず、うん、じっくり考えてもらおう、うんうんうん、INTP のおかげで人生に刺激がもたらされたと感謝しよう、うん、複雑な問題や真新しいことについて話し合おう。率直に意見投げてくる割に率直な話し合いは苦手な INTP 複雑ですね。まあみんな複雑なんですよ、うんうん、多分なんか多分意図してないんですよ。傷つけようと思って言ってないけど不意に率直にダメ出しみたいなことをしてしまう。あと、まあ、うん、INTP の人も多分見ている人のことは分析できるんでしょうね、うんうんうん、でも多分自分のこととか、うん、自分の気持ちみたいなことが、うん、あ、そうで相手の気持ちもじゃないですか。だから喧嘩みたいになって感情が飛んでくると、あ、もうなんか、あ、これこういうこと言うとなんか傷つけるのかとか怒らせるのかとかっていうのが分かんなくなるんじゃないですかね。だから何気ない率直なあなたのそういうところダメだからみたいなことは言ったりするかもしれないけど、喧嘩みたいになるとやばってなるんじゃないですか。なるほどこの INTP と INFP はまあお互い違うが悪いとこは似てるかもねっていう、うん、